ジーボという住宅商品は、実は断熱性能が非常にいいというふうに言われてるんですが、我々からすると実は防音性能が大変いいんですね。で、その防音性能のいいジーボをベースに防音室を設計するので、非常に優れた防音性能がローコスト、効率的にですね、防音室を作れるわけなんです。防音と言いますと、一般にはですね、全く音を漏らさない、シャットアウトするというふうに考えがちなんですが、音楽を楽しむ人が、防音室の中にいるとしますと、他の家族のですね、人に全く聞こえないというのも、むしろ心配なんですね。最低限の気配を感じれる。今、音楽をですね、頑張ってやってるな、楽しんでるなというですね、家族の気配が感じられるというですね、防音室というのが、私は住宅の防音室のあり方なのではないかというふうに思っております。